お嬢さん、私とお茶なんてどうですか。ブラックワールド。私の名はコスギ、またの名を童貞王コスキング。まあこの名は他の人間たちが勝手に名付けたもので、私自身は気に入っていないのですがね。そもそも私は好きで童貞をしているのだ。他の人間からバカにされる言われはない。そう、私の童貞は意図的なもの。というのも、私は本当に運命だと思った相手以外といたすことはしないと決めているのだ。現代人は性に奔放すぎる。だからパパ活だの、不純異性交友だの、常々ニュースになってしまうのだ。私はそんな煩悩の塊のような人間とは違う。常に自分を聖なる存在と信じているのだ。あの子また一人でブツブツ話してるわよ。仕事もいつまで経っても派遣だし、いい加減お嫁さんでももらってしっかりしてくれないかしら。母はこんな私のことを心配しているらしい。心配など不要だというのに。私は本気を出せばすぐに意中の相手と出会うことができるのだから。しかしそんな私の考えは母には通用しなかった。あんた本当にいい加減彼女の一人でも作りなさいよ。そんなんだと私がもしもいなくなった時困るわよ。ふむ、母の言うことにも一理ある。よかろう、私は意中の相手を探してくる。そして母の前に現そうじゃないか。期待してないけど本当頼むわよ。期待してないなどと母は心配性だ。この私が本気を出せばすぐに彼女など。ほらいた。なるほどなるほど、なかなかいい女性ではないか。この私の童貞を捧げる相手にふさわしい。早速声をかけてあげようじゃないか。お嬢さん、私とお茶なんてどうですか。なぜだ、私の華麗なるアプローチを見て逃げ出すだなんて。お嬢さん、私とお茶なんてどうですか。おかしい、恋愛ゲームを数百本攻略してきた私のテクニックが通用しないなど。そうか、彼女は私の運命の相手ではなかったのだ。それなら説明がつく。なるほどなるほど。その後も私は道行く女性たちに声をかけ続けたが、ことごとく逃げられる。なぜだ、なぜこれほどまでに女性は皆私を見て逃げるのだ。こんなことあってはならない。私はモテる、絶対にモテる男のはず。本来なら女性の方から私に声をかけてきて、その中から運命の相手を探すという計画のはずだったのに。うだうだ言いながらも女性に声をかけ続けていると、ついに警察に声をかけられてしまった。ああ、君ちょっと何やってるの、こんな時間に。仕事は、家はどこ。私は警察が怖くて一目散に逃げ出してしまった。くそ、警察め、まるで私を不審者を見るような目で見て。私はただ運命の相手を探しているだけだというのに。しかし丸一日女性に声をかけて全く運命の相手に出会えないなんて、そう思い作戦を練り直しているところに一人の女性が声をかけてきた。さっき見てましたよ、いろんな人に声かけてましたね。その女性は今日私が声をかけてきた中で最も美しく可愛らしかった。彼女の名前はイブさんというらしく、最近新卒として働き始めたばかりらしい。よしよし、私が人生の先輩として様々なことを享受してやろうではないか。イブさん、とりあえずこれも何かの縁ですから、何か食べに行きませんか。いいですね。ここの牛丼が本当に美味でね、私は仕事の帰りにしょっちゅう寄っているんですよ。ああ、そうなんですね、すごい。イブさん、とてもいい子だ。わかったぞ、彼女が私の運命の相手なんだ。食事を済ませた後、私はイブさんをホテルに誘おうと思う。あのイブさん、この後時間って。ああ、ごめんなさい、この後は予定があるんです。また今度会いましょう。
そうですか。わかりました。それなら仕方ないですね。さすがにいきなりホテルに直行は難しかったか。しかし彼女の連絡先はゲットした。また連絡して会えばいいだけのことだ。私はイブさんと別れた後すぐに自宅に戻りシミュレーションを開始した。まずイブさんを食事に誘う。今回牛丼を痛く気に入ってくれたようだし、きっと次も牛丼で大丈夫だろう。そして服、私が持っている中でも最もおしゃれなものを着て彼女を華麗にエスコート。もちろん女性は奥の席に座らせる。これぞ紳士のマナー。お互いお腹を満たし気分が高揚したところで少しの散歩。彼女が気づかないようにラブホ通りまで歩き、最終的によし、完璧だ。次のデートは必ずこのプランで行こう。そして私は彼女をデートに誘い会うことにした。今日はありがとうございます。誘ってくれて嬉しいです。私もイブさんに会えて嬉しいですよ。早速この間行った牛丼屋に行きましょうか。あ、それが私ちょっと行ってみたいところがあるんですよね。ああ、いいですわ。それじゃあイブさんのリクエストにお答えしましょうか。やった、嬉しい。イブさんに言われるままついて行って到着したのはなんと高級イタリアンレストランだった。イブさん、ここは私一度でいいからこういうところで食事してみたかったんですよね。ねえ小杉さん、せっかくですからいいですよね。ああ、もちろんですよ。このお店で食事をしましょうか。本当は牛丼屋で安く済ませようと思ったのに。確かにうまかったけど量は少ないし何より高い。しかしなんとかホテル代だけは守り抜いたぞ。あー、美味しかった。ありがとうございます小杉さん。なーに、これくらいどうってことないですよ。それでイブさん、今日はこの後。小杉さん、実は私今日相談があるんです。え、相談なんですか。実は私の母が重篤で病気を治すには100万円の治療費が必要だと言われているんです。100万円、お願いです小杉さん。私の母を助けると思って100万円払ってください。100万、確かに大した趣味もないからちょうどそれくらい貯金はありますけど。もしも払ってくれたら小杉さんのお願い何でも聞きますから。何でも、よし、それなら。私はすぐに銀行へ行き100万円を下ろしてイブさんに払った。ありがとうございます小杉さん、必ず返しますから。そう言って今日のところはイブさんと別れた。しかしその日以降何度連絡をしてもイブさんと連絡を取ることはできなくなった。まさかイブさん私を騙して。どうやらイブさんは携帯を解約しているようだった。騙された、100万円も奪われてしまうなんて。運命の人だと思っていたのに。女性の中ではこうやって騙してくる人間もいる。私は100万円の授業料を払ってそんなことを学ばされてしまった。ちょろ、体売らずに100万円もゲットできるなんて。世の中こんなことがあるから、ああいう気持ち悪い男は優しくしておくに限るわね。小杉さん、これお願いします。はい、ここの計算これで合ってますか。それは合っております。もしよければランチを一緒に食べに行けたら。ってもういないじゃないですか。小杉さんってなんかキモくない。あの人年齢イコール彼女いない歴らしいよ。あの人40代だよね。ないわ。なんだよ、人がせっかく話しかけてやってるのに。私の名は小杉、見ての通りこじらせ系の中年童貞だ。私も男なので若い女の子と仲良く話がしたいが、緊張してうまく言葉が出てこない。
お前、女の子と話すとき緊張しすぎだろ。あれじゃ女の子は引いちゃうよ。笑わないでくださいよ。山口くんだって女性と縁のない人生を送ってるでしょ。へえ、俺は毎晩可愛い女の子とイチャイチャしながら一緒にお酒飲んでますけど。あなたが女の子と？冗談でしょ。俺の行きつけのキャバクラの女の子はレベルが高いぞ。キャバクラ？あなたそんなところに通ってるのですか？もしかしてお前キャバクラ行ったことないのか？よし、俺が連れてってやる。今日は小杉のキャバクラデビューだ。キャバクラか、どんなところなんだろう。可愛い子とたくさん話ができるのかな。よし、キャバクラで女性に対する苦手意識を克服しちゃいます。これがキャバクラ。なんかキラキラしてて豪華ですね。ふん、驚いたか。ここは大人の男の夢の国だ。可愛い妖精ちゃんたちがたくさんいるぞ。なつきです。よろしくお願いします。よろしく。よろよろって。なつきはまだよろよろするおばあちゃんじゃないよ。小杉さん面白い。かわいい。私が面白い？かわいい？そうか。女性から見て私はかわいいんだ。それから寂しがり屋のなつきちゃんは私に毎日メールを送ってくる。今日もお店に来てくれる？小杉さんに会いたいよ。あんな可愛い子に会いたいと言われたら行くしかない。20年真面目に働いてきたのでそれなりに貯金もあるので金の心配はいらない。私は足しげくキャバクラに通った。ねえねえ、女の子のおならってバラの匂いがするって本当ですか？本当だよ。でもおばさんや女子力が低い人はちょっと臭いかもね。そうですか。だから可愛い女の子はいい匂いがするんですね。くんくん、なつきちゃんもいい匂いがするけどおならしちゃったのかな。もう小杉っちは本当面白いんだから。みんな私が話すと笑い転げる。私はお笑いの神に愛されてたのか。そうだ、お店が終わったら一緒に回らないお寿司を食べに行きませんか？ごめんなさい、家で病気の母親が待ってるから急いで帰らなきゃいけないの。そっか、なつきちゃんは家族のために頑張ってるんですね。えらいな。なつきちゃんの家庭の事情で私たちは店でしか会えない。なつきちゃんに会うためにはキャバクラに通い続けるしかないのだ。次の日、会社に出社すると。お前、今日も遅刻かよ。最近どうしてんで？別に。うわ、酒臭っ。またキャバクラに行ったのかよ。いい加減にしないと破産するぞ。耳元でギャーギャーわめかないでください。頭に響くでしょう。そうか、私が女の子にモテるから悔しいんでしょう。んなわけねえだろ。人が心配してやってるのに。もうどうなっても俺は知らんぞ。喉が渇いて給湯室に行くと女子社員たちが俺の噂をしていた。小杉さん毎日キャバクラに通ってるらしいよ。キモ、真面目だけが取り柄だったのにね。モテない男はそうなっちゃうよね。キャバクラではモテモテなんですけど。なんとかしてこいつらに私の魅力を分からせてやりたいのだが、どうすればいいのか。うちの女子社員はみんな私のことをキモいって言うんですよ。女の子はみんなツンデレだから、本当はみんな小杉っちともっと話がしたいんだよ。え、そうなんですか？私ももっと小杉さんと仲良くなりたい。シャンパン頼んでいいですか？いいですよ。よし、これからはガンガン行きますよ。それから私は女子社員に話しかけるようになったのだが。ねえ君、コーヒー入れてくれませんか？ちょっとそこの君、コーヒーを。今時女子社員にお茶入れろとか、キモ。なつきちゃんならすぐにコーヒーを入れてくれるのに、うちの女子社員ときたら。いや、こうやって塩対応して私の気を引こうとしてるんだな。それなら私の滑らない鉄板ネタをお見舞いしてやりましょう。くんくんくん。
君、いい匂いがするけどおならしたんですか？女性のおならはいい匂いがするからね。キャー！どうしたんだ？セクハラです！小杉さんが私の匂いを嗅いで変なこと言うんです！いや、その、これは冗談で。女の子のおならがいい匂いって、お前中学生かよ。いや、だって、夏希ちゃんがそう言ってたから。キャバ嬢の言うことを真に受けて、バカじゃないの？あっ！キャバクラではみんな笑ってくれたのに。その後、私は反省文を書かされ、社内のセクハラ研修を受けさせられた。この噂は会社中に広まり、みんなから白い目で見られるようになった。会社での鬱憤を晴らすように、私はさらにキャバクラに通った。もう貯金も底をついて1円もない。シャンパン頼んでいいかな？いいわけないでしょう。もう私、お金ありませんよ。え？冗談だよね。本当ですよ。今までいくらあなたたちにお金使ったと思ってるんですか？それじゃ、今日のお会計もつけてお願いします。そんな、困るよ。先月の支払いも済んでないのに。今日も私の面白トークが聞けたんだからいいでしょう。あ、そう。もういいわ。次の日から、夏希ちゃんにメールをしても返事が来ない。電話をすると着信拒否されている。怒った私は夏希ちゃんに、今すぐ返事しないともうお店には行きませんよ。私に会えないと寂しいでしょうと送ってやった。が、それでも返事は来ない。キャバクラに行くと、私はボーイから追い返されて店に入れてもらえなかった。どうしてですか？夏希ちゃん、入れてください！なんで私が出禁なんですか？家に帰ると、夏希からのメールに気がつく。そうか。私はやっぱりキモいコミュ障のおっさんなんだったんだ。その後私は倉庫管理の部署に移動させられた。誰もいない薄暗い倉庫で私は一日中入力作業に明け暮れる。ここなら誰とも会話せずに済む。一日中、これから一生。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。